死だ。ちょっと待って、すぐ結び終わるから。お前だよな。 D クラスの参加表を C クラスにリークした裏切り者は。冗談にしてもひどいよ。参加表をお前が携帯で撮影するところを見た。あと誰にも話せないでしょ。覚えてる？指紋付きの制服。ような人が私の中学にいたってことをね。私はいろいろ問題児だったもんね。そうだね。でも万一私のことを誰かに話したら、その時は相当困るんだよね。なんだ、なら俺もお前の獲物か。場合によってはそうかもね。奴らから金をぶん取ってやる。どういうことよ。裏切り者はうちにもいたわけだ。今回はこれで終わりだ。